だし、あそこにいたんだから繋がってんだよ、完全にいる。まあ、でもそれ知ったら、はわーナイス、あ、失礼しよう。長らくお待たせしまして、久しぶりのトラーナイトです。トラーナイト、はい、トラーナイト、トラーナイト。本日は調査班ホラーナイト。おー、来た来た。一つちょっとね、エグい声があった。なんすか、またっすか。もしかしたら逆再生できるんじゃないかっていう、おー、久々のホラー案件がいた。逆再生やばいから。でも逆再生案件、こちらの動画を最後に振り返って、とりあえず過去の現象から振り返ってみましょう。幽霊が出まくったことで殺人が発覚した心霊スポット、怖すぎるという都市伝説ですね。あー、はい、未解決のやつだ。こちら2分58秒声が聞こえるという、声、まあ、その時ね、もう顔のことを知ってるので、もう近寄らないで逃げたんですよ。なるほど、はい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 、聞こえる。いや、もうそう言われたらそうだけど、めっちゃターボーかと思った。俺も近寄らないで逃げたんですよ。なるほど、はい、まったく俺じゃねえ。違う違う、俺じゃねえよ。超ターボっぽいけど、ターボじゃない。まだまだあります。うわ、7分12秒、女性の声が聞こえると。見ていただきます。はい、どうぞ。これなんですけど、フラン、顔も分からず。ポポポポ、うわー、うわー、カモロだ。うわー、出たー。メンバーだとしたらタイミングが謎すぎる。うん、あー、確かに。どういう反応だよって感じだもん。うん、へー、おって言っても、俺らでも声に慣れてんなー、もう毎回言うてますけど、すごい冷静に分析してるもん。うん、10分3秒また声ですね。また声、おい、バイビー。そんなことない。うわ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 、恨みしやーの声。これ我々でもちょっとゾッとする案件ですね。うん、レベル高いこれ。いやー、僕らでも冷静にはなれない。声でもダメだ。レベル付けすんなよ。霊感ある視聴者により、こちらを睨みきつける女性の顔がはっきりと映っていた事実が発覚。はいはいはい、ホラーナイトですね。6分8秒声がします。昔なので、ちょっと概要欄からぜひ見てもらったら分かりやすいんですけど。怖いもあれ。で、それで、き、怖いもあれ。で、それで、き、怖いもあれ。で、それで、き、カットの間に入ってんの？間の、間からカットの後。怖いもあれ。で、それで、き、映像をまたいでて、顔が赤いで。あ、どこに入ったやつ？これ。確実にそうだね。こんなうまいことね、カットして、次のシーンになってるのに、声が一緒に入るなんてありえない。ありえない。新しい現象なの、これ。うん、怖っ。すげえな、もう。9分52秒と物音みたいな。物音、ドンなったの、カドンカみたいな。太鼓の音ですね。物音結構やっぱ多いよね。なんか勝手に落ちたりとかもやっぱ定期的にあるしね。そうね、シンプルにこの家やばいっていう。やばいね。続いてですね、この動画がちょっとヤバいという、第1回目の霊地巡礼、呪いのビデオに映った現場に行った動画ですね。うわー、これに映っちゃった。撮り方注意という、相当なね、波紋を呼んだ動画ですけど、あまりの怖さに、ね、こんなのヤバくないわけないもん。2分12秒画面の左側が光る。うわ、なんか突然移植を受けた方かなんかが、移植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 受けてるの。しかもこんな一瞬だけ光るか、受けてんだこれ。そうそう、俺も今ちょっと一回止め、止めらんないんだよ。おお、待って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 、え、顔じゃね。あ、これ鼻が腫れてしまう。うわ、ほんとだ。うわうわうわ、え、怖っ、顔だ。え、これやる。え、待って、そう、嘘や、ちょっと嘘だ。え、なんなら横から見るとわかるけど、はぁ、あるわ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 、マシだマシだ、これ唇マジや。おぉおぉ、ここここここに、そうそう、それでしょ。やばい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 、確かにその下も厚い唇に唇っぽい、見える見える、鼻鼻っぽい、そう、なんかめっちゃでかい口で上がってる感じ、こっちを見てるというか、遠くから見るとやばい、やばいよね、わかりやすいよ、超見える超見える、こういう状態、そうそうそう、こんなはずじゃなかったの。めっちゃ一瞬なんだよ。いや、そもそも一瞬の光り方がおかしいよ。だってノーカットだからパッと光るのおかしい。おかしいおかしい。調査班のきっかけによりヤバいのを見つけてしまった。だいたいその出張ホラーナイトで左側がヤバいって言われてる。そうね、もうしょっちゅう映りまくってるもんね。しょっちゅう映ってるっていう。俺これじゃないやつからってこの動画まだヤバいになるんですよ。今度さ、車にカメラ仕掛けとか。
外から車取っとく。そう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 、もうめっちゃ顔映るってことは多分車なんかありそうじゃない。確かに車の外からなんか異常がないかというか、うん、結構ありだと思う、ね、ありね。いや前撮りやった撮りの時だけ車外から撮影したいと思います。はい、はい、多すぎるよ確かに、うん、多すぎるよさすがに。5分30秒トイレが光る。トイレが光る、確かに。ほんとだ、すごいセミナー。俺らがこれに来た瞬間バカセミナー来たし、もうほんま怖い。何何何、マジで怖い、ほんま怖い。何マジで怖い、ほんま怖い。何マジで怖い。何何、めっちゃ光る。うわ、いや真っ暗でほぼ人いなかったよ。え、てかトイレやばかったんじゃなかったっけ、ここトイレは入れなかったんだよ。そうだよね、やばかった。トイレがやばいって言われてるところでたまたま入れなかった。えぐ、えぐ、聞いた聞いた、やっぱそうだよね、やっぱ聞いた。ブーンってやつでしょ、ブーンってやつ。エアコンらへんだよ。うん、へぇ、気づいた。全然だわ、全然。え、うわあ、始まった、始まったかも。撃てるのしてるかも。急に6分44光が移動するって、このブランコでそのね、なんていうか、そのね、なんていうか、ああ、オーブかな、うん、オーブっぽい、うん、まあこれはそんなさほど怖くない、うんうん、まあちょっとどちらかというとこの遊具がちょっと俺らからしたらトラウマかなって確かに7分16、遊具の下らへんがなんかおかしな色になっているという色、こう撮ってて、こうやって子供映してて、なんかパッ、おお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 子供がいたところ、その場所がやばいよ、亡くなった子供の子がいたところ、そうなの、その上のビデオです。分かる通りライトもそういう反応しないんで、うん、この次の動画見てもらえば分かるんですけど、あ、ライト、電柱、電柱の光も白になるって、うんうん、何が青になったんだっていう、うん、やっぱちゃんとやべえことが起きてる、うん、ちゃんとやべえ、うん、続いて11分46秒喋ってる聞こえる、聞こえる、怖そう。待って、ここ俺ここちょっと、いやマジで嫌な予感する、ちょっと、いやマジで嫌な予感する。すごい、えっ、うわ、マジ、えっ、これ最後のやつじゃないの。ガッツシ喋ってた、周りいなかった、うわ、いやガッツガッツ気持ち悪い。待って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 、えっ、これやばい、本当に誰も嫌だ、俺やけど、いや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 、これ恭平かと思ってんだけど、うん、喋ってる途中に恭平がもう喋ってる、うわ、そう、ちょっと、いやマジで嫌な予感する、すっごい嫌な感じするよ、すごい嫌な感じする。おー、ほんとだ、俺やばいよこれ、距離感もおかしい、これ結構遠くから遠くから、遠いね、これちょっと逆再生してたのに、皆さんマシカネの逆再生企画がもう着々と準備が進んでいますので、やばいな、これやばい、これエントリーされました。ただし本日最後の動画はまた声なんです。いや最近声来てる、俺はそれが一番やばいと思って最後に紹介したかったんですけど、これも結構やばいっす、これも結構やばいよな。6分37秒、で、おじいちゃんが倒れたのすぐ目の前、そう、それがあの病院、病院じゃねえ、ブランコ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 、えぇ、ー、はぁ、えぇ、はぁ、えぇ、はぁ、わけわかんない、もうダメだろこれは、がっつり女や、なんか言ってんの、言ってる、言ってる、あぁ、おばさんみたいな、そう、女みたいな、あぁ、うわ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 、もちろんこの時も人いないでしょ、いるわけないでしょ、ない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 、どんな距離感で、どんな距離感で、無理だよね、女の声しか、なんて言ってるか聞き取りて、これ即、俺もう聞いた瞬間に逆再生だなと思って、うん、やばいと思う、これやばいな、本当にやばいと思う、あのね、聞こえるような気がするよ、倒れたのすぐ目の前、そう、それがあの病院、病院じゃねえ、ブランコ、ブランコ、あのなんとかだよみたいに聞こえる、いや、4文字ぐらいだ、こんな入ったんだ、で、ここにも入ってるんですよ、俺ここちょっと、いや、マジで嫌な予感する、あー、これはあかん、これなんで、マジで、え、本質似てない、似てる似てる似てる、同じ、この声が近くに来たら、これになるんだろうな、そう、それがあの病院、病院じゃねえ、ブランコ、ブランコ、うわよくわかんない、これきつくない、ちゃんと、ちゃんと最後が一番きつい、しかも、ってことはさ、遊具遠かったじゃん、この時遠くから声聞こえんじゃん、ちょっと、いや、マジで嫌な予感する、うわ、遊具説、これ最初のやつ、遊具近いから近くに聞こえたじゃん、ブランコ、ブランコ、うわー、ちょっと、ほんとこれ、え、待って、待って、マジでやばいやつ、遊具で青白い光でしょ、なるほど、なるほど、もうあそこにいたんだから、繋がってんのね、完全に今やる、
ブランコブランコ完全にいるんだよ。俺はやばい。で遠くで遊具から声出し、ちょっといやマジで嫌な予感する。うわうわマジやばい。やばい繋がってん。遊具あの奥の家の方で感じる。そうなんそうだよ。ということで皆さん本日のコラナイトはここまでです。いや今日重ないよ。いやーやばいやばい、めちゃめちゃ重いわ。ちゃんと重い、なんか重すぎたね、うん、なんかもうちょっと ゆったりできんのかなと思ったけど、まさか顔みたいのも出てきたし、一個警戒してないところであんなヤバい声出てきたし、うん、見れば見るほど発見あるな本当に俺らの動画って。確かに出張のね、調査してる人がどんだけ、ね、大変かっていう、うん、そんな気持ちなんだろう。そしてどんだけありがたいかっていう。ありがたいね、本当に。ということでじゃあ皆さん、なんとですね、出張ホラーナイトウィーク第3弾の撮影が決定しました。やってきてくれました。拍手すごいね。まあまあなぜかは拍手はしてますけど、高評価ね 1.5 万いったらやりましょうということで、すぐ行きまして、すぐ行った。ちゃうのよね、めっちゃ早かった。好きね、そうそう、本当に好きならわかるけど、本当にきついからね俺ら。本当に1日かけてもうあんな怖いとこ何箇所回って、うん、たまたまね、なんか耳は起きてないですけど、うんうん、ちょくちょくなんか人が見えたりしてるメンバーもいるので、うんうんうん、まあ、より一層気をつけて。そうだね。いやなので皆さんはぜひしっかりと楽しみに見届けてください。はい、お願いします。じゃあ今日紹介した動画は概要欄下にありますので、皆さんそこから見てみてください。はい、お願いします。まだまだちょっといろいろ現象あると思いますので、過去の動画もちょっと調査の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本当にがっつりしたのやばいなっていうのありましたら、僕のツイッターか誰かメンバーのツイッターまで動画とか画像をちょっとくり抜いて送ってくれれば、うん、はい、はい、特集したいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。何し、いや絶対ワードワードやろ。怖いのよ。そういうことね。やめてー。やっぱ逆行くんだね俺はね。全くやる気なかった。なるほど。はい。はい、もうあれ。それで切った。そのね、なんていうか。でここちょっといやマジで嫌な予感する。ブランコブランコ。